大鳥禅鳥神社は神奈川県平塚市篠宮にある神社。旧社格は豪社。古くより前鳥さんとも呼ばれている。延長5年の演技式新名帳に記載されている相模国の演技式内社13社のうちの一社とされる。毎年5月5日に大磯町国府本郷の神揃い山で行われる旧相模国の伝統的な祭事国府祭に参加する。 相模五社の一社で同国四宮にあたる。所在地名の篠宮は当社にちなむ。当社は相模川の自然堤防の南端に鎮座するが、日本の神々神社と聖地から11関東では、特選神明町が当社の社名を前島神社と記載し、前島神社である理由を当社教育が馬乳川の岸に突出して、 出水の度に流存する先であった地性によるものだとしていること、また、これを支持する論者も多いこと紹介している。しかし、忍宮前取神社その御子と地域の信仰マイナス、では、前取りの表記は、延長5年成立の演技式神明庁が書出であり、それ以前の文献である天平7年、相模国府祉曹駅長には、先取り、号、上平年間編纂の、 和名類受賞には、前鳥号しか現れないことを根拠に、前鳥を、前島の語字とする、特選神明朝の説を否定している。また同書では、先取りは、相模川に突出した地形、岬などと同義の先、先から起こった地名であり、これを取って、社名としたものであろうとする。相模の古社では、社名の、先を相模川を挟んだ対岸に鎮座する。 寒川神社から望んでの先だと推定している。前鳥神社御由書によれば、江戸時代まで社号を、左木通り、先取り、前取りなどいろいろ用いてきたが、現在は縁起式神明帳に基づき、前取りの社名を用いているのだという。現在も拝殿内の変額には、左木通り神社、西鳥居前の社号石碑では、 前取神社の表記が使用されている。現在の祭神は以下の三柱である。都道地、イラツコ命を祀る神社は極めて稀で、東日本では当社と野義神社のみと言われている。日本の神々神社と聖地から十一関東では、ゆかりの地から離れた東国で、都道地、イラツコ命が祀られていることに関し、兄に定位を譲るため自殺したとされる、都道地、 イラツコイノチが、実は、死んでおらず、一族を率いて東国に下り、祖,祖父である日本穂高に、ゆかりの地へ宮を建てた、あるいは東地が、と道地、イラツコイノチの御名代であったことにより祀られたとする、伝承があることを紹介した後、これら伝承には、傍傷がなく、一切は不明だが、なぜ東国で祀られたのかについては、興味あることとしなければなるまい、と述べている。 明治43年に村内、日枝神社の祭神であった大山食いの地を合詞、昭和61年に日本穂高を合詞している。当社の正確な創建年代は不明である。前取神社御由書では、平安時代に、篠宮の地名が始まり、それ以前の奈良時代の処分権に、先取りの地名が見えることから、この先取りの地に住んでいた人々が正常な場所を選んで、 奉仕したのが始まりではないかと述べている。また近年では、伝承によると断った上で、仁徳天皇56年を総権年としている。相模国式内社神社明細長によれば、任樹2年までに、朝廷から小六くらいの深海を賜ったという。延長5年に、縁起式神明帳により式内社、明神商社へ、列格された。 中世諸国一宮製の基礎的研究によれば、原略2年7月の相模国前取り、社、秋国会伝送注文案に、当地へ児が部任され年貢が未納になっているとの記述があり、案元2年の八条院、古内新納の所領目録に、秋国会伝送があること、下限4年には、室町院領と見えることから、当社地が八条院周辺の人物の所領に、 編成されていた可能性を示唆している。あずま研究3年8月9日の上に、源の頼朝が、北条政子の安山を祈願した神社として、忍宮前取大明神の長見へ、この時に神明が奉納されている。さらに、権略2年には、将軍家ご祈祷所と定められた。天正十九年十一月、徳川家康より、主因状が下され、車両十国が寄進され、 徳川家のブ運長久祈願書と定められた。上京4年7月4日、新東家、立花の三期が、諸国一宮順毛での道中に、当社の別当事教佐藤市院に宿泊し、翌朝に当社を参詣している。天保十年成立の、相中留め音家略に、長谷川幸亭によって描かれた、軽大図が載る。また、天保十二年成立の、 新編相模国風呂気候館の43の記述から、この当時に忍宮村の鎮守とされていたことがわかる。明治6年に豪舎へ、列格同41年には、新鮮平白とも新神社に指定される。同42年に、忍宮大化と呼ばれる村内の大火事で、社務所と宝庫を消失し、古記録類の多くを失ったとされる。昭和十三年九月には、 元皇族を招いて、創始1600年式年大祭が行われ、その際に、本殿の右に、小学神社が建立されている。平成30年9月に御鎮座1650年式年大祭が行われ、奉祝事業として、子供御子の心臓、参道社殿の敷石工事、和ず鳥居の建立などが行われた。江戸時代に、松野氏という人物によって、 平塚に伝えられた祭り林の系譜を弾くと言われる。笛、金、大太鼓、締太鼓二丁の五人林を基本編成とし、屋台、宮正殿、正殿、神田丸、東岳、鎌倉、市長、舞、陰馬、刻みの究曲が笛と金を書かずに伝承されている、点が基調とされる。国府祭経代社や坂神社礼祭、当社礼祭などで演奏を見ることができる。 全取神社林太鼓保存会により年間60日の練習が行われている。注釈 AB 当社で配布している参拝のしおり。天平7年の相模国府湖底駅長には先取里,里、上平年間編さの和名類受賞には前取里とある。大仙は古神社所蔵出展。ありがとうございます。